おざます。はい、どうもなにわのひろくです。いつもご視聴いただきありがとうございます。さて、本日は5月の24日ということでして、パチンコの新大解禁大海ブラックライトがここ大阪で稼働し始める日でございます。まあね、クソビッチ大好きな自分としてはこれは外せないなというわけで、いつものあの女に会いに行きたいと思います。今回も仕様としては甘めの仕様ということでして、まあ、ST100% そして継続率が7割以上あると、下手したら一撃、7000発8000発も夢じゃないと。はい、私は個人的に、あのクソアマとはものすごく相性がいいと思いますんで、今日も今日とて海物語というわけで頑張っていきたいと思います。それでは頑張ります。結構ご年配の方が前にいらっしゃるんで、もしかしたら取れないかもしれないですね。ディスクは前代消灯ですね。多分今日はね平常営業だと思うんで、そんなにまあ状況は良くないかもってとこですね。あ、みんなウルトラマン行きますね。向こうはガラガラ、多分取れそうかな。一応源さんの釘もチェックしていって、あー、いつも通りですね。まあまあこんな速さで歩いてるんで分かんないですけど、じっくり見てないから。あー、どうやろ、吸われるかな。あー、いっぱいか。あー、埋まっちゃいましたね。はい、というわけで台は惜しくも取れずでした。2人手前の方で埋まったみたいな感じでしたね。まあこれ仕方がないですね。で、一応ね他の台も見ましたけども、あの無双なんかとても打てるようなあの調整じゃなかったです。逆に言えばいつも特備しか来ないんですけど、平常営業はやっぱりちゃんと釘メリハリつけてやってるんやなっていうことが伺えたので、それだけでもまあまあ収穫があったなというふうに思います。はい、なので今からちょっと、ディスクアップ実際に切り替えようと思うんで、いつもの店に移動したいと思います。押す、あ、ちゃうわ、頑張りまーす。いつも通りっすわ。あー、まあ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 ね、押す。はい、それでは久しぶりの久しぶりか、兄貴と実践した以来ですね。はい、というわけで、まだ見てない方は京都視聴者プレゼント企画また見といてください。そんなわけで本日も段数調整からのよろしくお願いします。ほんま投資だけなんでね、最初のね投資があんまりかからないようにお願いします。いけ、おっとおっとおっと、いきなりウトシがやってまいりました。皆さん、いやー見てくださいよこの唇。辛すぎるやろ。あー、ですか。あー、どうだ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 、
ですよね。いきなり来やがったな。それではですね、スローアフロ行きます。おっと、どうだどうだ、チェリーか。おっと、リプレイか。よし、ありがとうございます。いい感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。これはもらった。これで外したらもうね、ゴミですよ。ね、もう見るまでもない。うっすよ。なんでやねん。おかしいんちゃうか。止まるなよ。いや、今こっち見てたら、おかしいんちゃうか。すごいの来たな。見てくださいよこれ。でやねん。おかしいんちゃうか。心地、おかしいんちゃうか。まあまあ、なんとかね、行けましたわ。イエス、タガシクリニック、ラッキー。326、なんとか耐えました。8の8。いや、もうここは来てほしい。踊りたい。踊れるか踊れるか踊れるか。ストップ。 OK。 誰だ誰だ。おお、安定の瞳。頼む
そう、もう335ゲームやで。もうあかんやろ。はい、ナイフとし、こう、かい。ああ、もう頼むわ、ほんまに頼む、ここは頼む、ここはスローフロー頼む、マジで来てくれ、出てきてくれ、カモンベイビー、こうへんのかい。またや、やばい、えぐい、ほんまにえぐい、マジでやばいな。いや、ちょっとやばいんで、おじいちゃんで条例します。当たれ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 、マジか。マジでもうエスだ。いや、あのね、今月せっかくパチンコチャンネルで更新したあの無双でほぼほぼまあ負け取り戻してたんですけど、また今日これディスクアップでやられたんで、また3万ちょい負けぐらいになってんすよね。だからまあちょっとね、今まで年間通して1回ぐらいしか負けてないのに、また今月これで負けそうになってるんで、ちょっとちゃんとします。なのでごめんなさい、ディスクアップはもう絶対設定1なんで、あれなんでもうやめました。で、今からですね、固定撮影 NG プラス手取り撮影ももう飛んできて、データ消してくださいって言われる店があるんですけど、まあもうそこしか、今日結果出そうと思ったらもうそこでアマデジ打つしか仕方ない。そこでアマデジ打つしかもう仕方ないんで、ちょっとそっち移動します。はい、また結果報告は後ほど、頑張ります。
ありがとうございました。